キャプテン翼キャプテン翼の登場人物、若林玄蔵。若林玄蔵は、高橋洋一の漫画、キャプテン翼に登場する架空のサッカー選手。血液型は、O 型。立石道広場に設置されている、若林玄蔵のブロンズ像。静岡県南区市出身。父は、地元の名士で裕福でひなたいへとは、正反対。兄が二人おり、ジョンという名の犬を飼っている。 ポジションは GK。国内のみならず世界でも屈指の実力を持ち、天才キーパー。後に SGGK、東洋の守護神の異名をとる。大空翼の最初のライバルであり、ワールドカップ優勝を誓い合った宝有である。また、カール・ハインツ・シュナイガーとは、修正のライバル関係にある。ペナルティエリア外からのシュートは必ず止める。自分さえ抜かれなければ、 チームが負けることはないことが心情。試合ではアディダスのキャップを被っていて、それがトレードマークになっており、この帽子でゴールを守ったこともある。堅実で鉄壁な守備を誇り、時に GK ながらオーバーラップして果敢にゴールを狙う。また、統率力にも秀でていることから、その時々でキャプテンを担っている。 いつの時代でも最高レベルの実力を発揮するが、不祥太の事情により、大会終盤まで出場機会がない、または本来の実力でない場合が多い。背番号は、小学生時代は1をつけていたが、それ以降は大会により、22や24を背負うことも、あった。翼や三崎太郎からは、若林く修明小出身者からは、若林さん、キャプテン。 それ以外は呼び捨て、三上達夫と家族とドラクスラー一家は、現像、ドイツ人サポーターや、ヘルマンカルツラからは、玄さんと呼ばれている。石崎亮とは小学校時代からの腐れ縁とも言える状態で、成人してからも石崎をあざける場面もあるが、ドジも多いが、いざという時はやってくれる男と評している。ドイツに来た時は、石崎は冗談だろと言っている。逆に、 小学校時代には石崎から飼い犬であるジョンに落書きをされ続けていた。また、石崎と西本がイチャついているところを赤払いし、焼き文字を焼く場面もある。オサム・アキラ賞サッカー部南クズ SC 西ドイツ、ハンブルグ小学生編届くゴジュニアユース編、ワールドユース編、ロードトゥー2002ゴールデン -23。 ライジングさん劇場版テクモ版では必殺には持っていないものの基本能力が高い2よりセービング時に一定確率で止めるのセリフとともにカットインが入りその時のセービング能力が上昇するようになったまた4以降はペナルティエリア外からのシュートを決めさせないという原作の設定が活かされペナルティエリア外からのシュートに対しては強い耐勢を持つようになった 2では、ハンブルガー SV の政治家として、サンパウロ FC の翼と6年ぶりに対戦した。なお、原作では15歳の時点ですでに、トップチームに所属しているはずだが、ジャパンカップでは、ユースチームから参加した。3では、シュナイダーのイルバイエルンと対戦する。ペナルティエリア外からはほとんど得点を許さない彼だが、4では、フランス戦で登場するジャンピエル・ピピンに対し、 ペナルティエリア外から3点、オランダ戦で現れたファンベルグに対しては5点も入れられたと翼に告げ、いずれも恐ろしい選手であることを語っていた。V では、ブンデスリーガ内でのライバルがいないことに気づき始め、ライバルの多いイタリアのセリエ A への移籍を決めかけていた。しかしこれに、シュナイダーが反発、ワールドトーナメントのドイツ戦において復活した、シュナイダーが、 フレームフラッシュを完成させた姿を見て、その熱意に折れた形で、セリエへの遺跡を辞退して、ブンデスリーガ残留を決めた。VS では、能力値が、若島図より低く、若島図に劣る自分に悔しがる描写が描かれている。ハンブルガー SV。ありがとうございます。